山部知識認定コーチの西村です。本日はゴルフの中毒性ってお話をいたします。一昨年トマベチ博士がコーチングのスクールで講義してた時にこんなお話なさってたんです。俺さ、ついついコーチングの例え話でゴルフの話使うこと多いんだよねって、自分でもなんでかわかんないんだけどさ、ですって。確かにトマベチ博士の著書でタイガー・ウッズ選手の話とかってまあ多いんですよね。理由は2つあります。そもそもコーチングがスポーツがルーツだってことです。2つ目の理由はですね、そもそもゴルフのルールがそうさせるっていうことです。まあ私この話題メルマガでしたことありまして、ちょっと読み上げますね。コーチングの対価であるルーテッサーの本を読んでると、クライアントさんにちょっと無理めな目標を立てさせて、それに向かってチャレンジさせるっていう、まあ、様子がよく出てくるんです。その理由はチャレンジするような目標でないとフローっていう状態が得られないからなんですね。フローっていう概念は M チクセントミーハイっていう学者さんが打ち立てたものです。フローっていうのは活動に没入して他のことが目に入らなくなる状態、集中してるってことでパフォーマンスが高いんですね。オリンピックの出場選手なんかをコーチングするにはふさわしいやり方なんです。ところがこのフロー体験なんですが、中毒性があるゆえにですね、やりすぎとかなりすぎは禁物なんです。燃え尽きちゃうんですね。例を挙げると、前テンプル大学の心理学講座でゴルフが事例として出されてたんですよ。ゴルフはハマる人はハマるんで、日曜日に家族をほったらかしてですね、ひょいひょい出かけてっちゃうんで、でまあそれに向けて時間割いちゃうから離婚の原因によくなるんだそうで、巷によくある話で、まあご存知の方も多いかと。ゴルフは18番までのホールすべてを ホールインワンにするのってほぼ不可能じゃないですか。それが故に無理めなゴールの代表なんです。ちょっと困ったちゃんなゲームのルールを持ってます。コーチっていうのはこのチャレンジしがいのあるゴール設定の加減っていうのにとても気を使ってます。燃え尽きちゃったら元も子もありませんからってお話です。時にはスローダウンも大事っていうことで、フローばっかじゃいかんぜよっていうことで、何事もバランスが肝心っていう、そんなお話でした。